表。俺の名前は水木すぐる。今はホッパーズのコーチをしているものだ。てかキャラクター紹介動画って俺でもいいのか？他のキャラクターの方がいい気がするけどな。まあ、お前たちがいいならいいか。それじゃあゲストに来てもらおう。どうぞ。ちょっとこっち持ってきて。はい、オッケー。なんだこの泉のセットは。え、このグラブを投げ込んで。ほい。なんだ。今泉にグラブを投げたのはあなた。え、あ、そうだけど。ダメじゃない、泉に物を投げ入れちゃ。は、すまん。ということで皆さんこんにちは。私の名前は葉月。今回はどうもよろしくね。まさか泉から出てきたやつが動画解説とは。世の中どんな人間がいるか本当にわかんねえな。でも泉から出てきた人と話せるなんて、今後一生ないかもだから、貴重な体験よ。まあそうだけど。それじゃあ早速開始しましょ。ああ、それじゃあ開始するぞ。開始だ。それではこれから水木すぐるの解説動画を開始させていただくぞ。水木すぐるの初登場はパワプロくんポケットに。一見愛想と目つきが悪いが、根は熱くて結構いいやつだ。B 級映画が好きで野球の本を数多く持っているな。ガンバーズの OB でトラゾウとサイバシュートととは小学校と中学と高校と大学が同じで親友で幼馴染み。甲子園に行ったのがきっかけでそのままプロ野球選手の道に進んだそうだな。野球も大好きで、熱いキャラなのね。概要を説明しようと思ったが、シリーズごとに違っているので、シリーズごとの俺についてこれから説明させていただくぞ。まずはパワポケに、ドリルモグラーズの先輩チームメイトである外野手。野球センスと実力はチームでもトップクラス野球の素質はあるものの、やる気がなく練習に不真面目なために軍で長くくすぶっていたな。球団食堂で働いている野々村愛に好意を寄せており、イベントの進め方によっては俺たちが恋人同士になるな。おお、お似合いさんじゃない？まあ、この二人についてはしっかりと覚えておいてくれ。やばいことになっているからな。なんだろ。2年目になっては自暴自棄になってしまい、思い止めようとした主人公とミニゲーム、コンコンノック、で対決することになるな。成功すると考え直して野球への情熱を取り戻すが、失敗すると野球をやめてしまい、フリーターになってしまうな。フリーターとはすごいさね。静止ではドリルモグラーズを日本一に導き、ドリルモグラーズがプロペラモグラーズ改名後も残存。一躍人気選手となったな。静止でよかったわね。次にパワプロくんポケット後、ポケミと同じく主人公後の先輩の立場として再登場。年齢は31歳。二塁手にコンバートしており背番号は8番。一軍と二軍を行ったり来たりしており、俺が言うには上の選手采配がめちゃくちゃなためだったらしいな。しかしモグラーズ優勝の立役者の一人なため未だに実力はあるな。まあでも一軍二軍を一気だが、一軍に行っただけ成長はしてるんじゃないか。二軍でいいやって思ってた時と比べるとね。次にパワポケ8についての俺だ。パワポケ8では41歳。故障のために兼任コーチとなったが、コーチとしての仕事が多く、翌年からは引退してコーチ専任となったな。主人公に対していきなり喝を入れたり、練習に対しても積極的で、コーチの仕事をしっかりしている印象があるな。まあ、選手には慕われてないがな。ちなみに独身で寮に住んでいるな。あれ、独身。ああ、悪いか。いやー、別に。また、ボンタと出会った際には笑い話をしたりと、年相応に態度も軟化している気がするな。昔だったら絶対こんな対応しないのにね。次にパワポケダッシュ。パワポケダッシュでは主要人物で登場。OP でホームランを打つが野球観戦に来ていた主人公の父親にホームランボールを当てて事故死させてしまい、悲劇のホームランバッターになったな。引退前後の時期であり主人公の叔父としての登場。妹を死なせた元凶だとボール親父及び主人公とは最初は険悪な仲だったものの、実際は主人公を発奮させようとそういう態度をとっていただけであり、後に本当の話を知った主人公と和解するな。自分の本当の出生を知っても両親はボール親父と静香という主人公に叔父として接する。そしてボール親父が亡くなり身寄りのなくなった主人公を養子として引き取ったんだ。責任感は結構強いのね。ミニゲーム男の対決では投手を務めており、かつてバッテリーを組んでいたボール親父がアレンジチームのガンバーズで捕手を務めていることから、少年時代は投手だったかもしれねえな。小学校時代は投手だったのねー。しかし、ダッシュですごい立ち位置になったものね。
パワポケダッシュは意外と知らない人が多いからな。パワポケダッシュもぜひやってみてくれ。次にパワプロくんポケット11の俺について紹介させていただくぞ。野々村監督のたっての願いによりナマーズに移籍。そこで2軍の監督を務めることとなるな。コーチとしてのなかなかのやり手に成長し、野々村監督が倒れた際にはヘッドコーチに昇格し、新たに監督代行を務めることになった古澤のサポートに回るな。思案からは監督就任を勧められたが、思案を快く思っていなかったこともあり、断っているんだ。あら、なんで断っちゃったの？あの女は勘が鋭い。おっかねえ女だよ。確かに。どういうわけかパワポケに似てていた愛の子供である土田聡太は俺にそっくりで、アルバムでは聡太に野球を教えており、父親のように慕われているな。聡太をよく見てくれ。どこか俺に似てないか。確かになんか容姿が似ている気がするわね。でもしかして、巷では野々村愛と土田元コーチの子供ではなく、野々村愛と水木すぐるの子と言われているな。なんだか闇を感じるわね。容姿が折り大学に通わせていて、株に手を出して失敗し、現役時代に稼いだ金はほとんどなくなってしまったとのこと。マンションを持ってはいるが、自治会が機能していないらしく、住みにくいとの理由からナマーズ寮に住んでいるな。なんで自分が持ってるのに住みにくい自治体機能してないし、マンションにも住んでないのよ。また、エンディングでは試案にコーチとしてアメリカに勉強しに行くように勧められるイベントがあるな。ちなみに先ほど説明させていただいた容姿はパワポケダッシュの主人公であり、年齢を考えると、何年目かわかると思うぞ。大学生までの歴史を知れるとは、パワポケの歴史を感じますねー。それで初耳裏サクセスの俺について説明させていただくぞ。裏サクセスではパワプロくんポケット2とパワプロくんポケット5に登場。戦車隊の隊員、鉄牛という戦車に乗っており、登場するたびに敵前逃亡したり、あっさり撃破されたりするので、次第に主人公たちから当てにされなくなる。また、戦争が始まる前は野球選手だったんだ。野球選手だったの？戦争前に野球って。いや、日本に野球は1900年代にすでにあったから、その点は大丈夫だ。野球選手が戦争に行くことになるなんて、大変な時代ね。次にパワプロくんポケット5、忍者戦国編。所属勢力は月光であり、クラガイともども同僚の娘である愛の護衛を務めているな。主人公ウッコーラが月光以外の勢力に属している場合は月光が滅ぼされた後にクラカリを殺害し愛をその勢力に売り渡す。というのは見せかけで、いつまでも敵勢力から逃げおせることは不可能と判断して敵方ではあるが真の受ける主人公ウッコーラと裏で取引して愛を託した。その際にはあえて真実を語らぬよう主人公に口止めし、自分を恨むことで月光の片付けの恨みを忘れ、愛が敵勢力の一忍者として生きていけるよう、自ら汚れ役を買って出ているな。しかし実はそれすらも見せかけであり、獅子心中の虫となった愛の存在を意識させないため、俺と愛で芝居を打っていたという作戦。意外と頭の切れるキャラクターに言っているかもしれないな。裏サクセスでもこの二人は怪しい仲なのね。ED では愛と共に月光の仇を弟同僚の命を狙いに行くシーンが描かれているな。主人公が月光に所属している場合は、ED で恋人同士になった主人公と愛の様子を、木の陰から妬ましそうに見つめる水木の姿が描かれ、実は密かに愛に好意を抱いていたことがわかるな。このことから本作では非常に嫉妬深い性格になっているな。やっぱり愛ちゃんのことが大好きなのね。まあ。惚れた女はどこまで行っても追いかけたいものさ。しょうがねえだろ。ふ、ある意味微笑ましい気がするね。ふん、以上が俺のキャラクター紹介動画だ。視聴者のお前たちもぜひ俺の出ている作品をやってみてくれよな。特にパワポケダッシュをやると、水木さんの印象は大きく変わるかもしれないわね。とりあえず騙されたと思って、パワポケにからダッシュまで、俺に注目してプレイしてみてくれ。そのうちそのキャラに興味を持って、パワポケキャラクター全員に興味を持つこと間違いなしだ。みんなもぜひやってみてねー。パワポケ4もよろしく。それじゃあ帰らせていただくわー。じゃあねー。一体何だったんだあれは。お、グローブが帰ってきてるぞ。あれ、こんなにいいグローブだったか。あ、ごめんごめん、終わりの挨拶は二人だったね。おい、設定無視して出てくるな。これ以上はまずいから終わるぞ。それじゃあ終了だ。それでは、お疲れ様でした。